こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ミンゴルで始めていきましょう。久しぶりですね。ミンゴルチャレンジトロデオっていうのがありますね。ラントラもある。すごいな。さあ、じゃあ早速やっていきますか。一人でゴルフだったはず。スコティッシュクラシックにトローデオ登場。そこまでいけないんですけどね。18人いかないとトローデオはいけません。まずポーラ。勝てばいい。風も見ないといけないですね。風クエスチョンマークになってたっけ。うん、いいんじゃないかな。視界を遮るものもない。マイナス10円取る。超えた。 OB に行くぞ。このまま行ったら、あ、 OB は免れたか。結構飛ばしますね。どうなんだろう。アウト、バンカーだ。これはマイナスポイント。オッケー。ちょっと左に寄れたな。あ、まあそれでも 2.7 メートル範囲内に入った。相手は焦ってちょっと沈んでいる、焦っているっていうよりは。よし、いいですね。これしっかり入れていきましょう。このぐらいかな。あと左ずれてしまった。パーパットです。危ない危ない。勝ったことは勝ったが、これを勝てばよい。え、なんだこれ。あー、なるほど、通るとこがあるんだ。いや、それはでも避けたいかな。え、どうするんだろう。あんまり良くないな、やっぱり。
どうなんだろう。フェアウェアキープした。さあ、ここへ穴があるとこに打つってこと感じですかね。こちらもいいですね。213ヤード上を越えるって、左安全パイか。まあ刻んでいくっていう戦法ですよね。ラフです。あ、これでも39ヤードなんだ。どうだ。おい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 、戻ってきた。フェアウェイだけど、あれ？嘘？これ、いけてないんだ。だよな、だからこうだ。読めないな、これ。あ、でも左だ、ダメだ、バンカーです。ともえさんダメだが、あ、うまいな。あ、いや、そうでもない。良くないカラーでした。これは近い。悪くないが入る。あー、惜しい。もう6ダメ。勝ったのは勝ったが、勝てばいいとはいえ、ちょっと気軽なコースですね。このコース見たことないコースは、滝まで落ちてる。飛ばしていきましょう。さあ、超パワーで。コテージはありますね。結構危ないな。お、転がっていく、転がっていく。まだ止まらない。でもフェアウェアキープしました。これはつらい。いや、これは無理でしょう。よっぽど。さすがに刻んでいくしかないですよね。止まらない、止まらない。さすがにラフでいきます。さあ、この後、
え、どこにいるんだ今。あ、なんか嫌だな。これは絶対無理だろうから、当たっちゃう？いや、当たらない。ベアグラウンド、なんだそれ。どうだ、悪くないな。近い、近くへ寄せてきました。よし、なかなか良いアプローチだったな。なかなか良い。オッケー、バーディー。勝ちました。こっからもう難しくなってくる。ホール自体はそんな難しいホールじゃないよな。あんまり下がらないでほしい。さあ、こちらもいいよ、なかなか飛ぶよね。現実です。さあ次だな、相手はどうなんだろう。あ、右に行ってしまった。ラフです。さあ、ここですね、しっかり入れたいですね。普通に打って、普通に打てばいい。あ、木に当たる？当たらない、大丈夫。うん、2オンはした。さあ3打目です。まあパー5ですからね。あ、結構いいハイショット。さあこちらですね、あんまり動かないんで。おっと、惜しい。相手は4打目です。入り合った。こちらもバーディーでした。さあ順調にここまで来た。次はキャリーっていう人ですね。レンタルギア、あ、レンタルギアっていうのがあるんだ。雪のコース、勝てばよい。いいんじゃないでしょうか。おっと、フェアウェイに差し掛かっていく。うん、これは最高の打ち方です。大事ですからね、こういうの。この
パイプがね邪魔をし、ちょっと目障り。あれ、なんで？そんなに曲がるわけじゃないんだかな。さあ風はアゲインストですね。結構なアゲインストです。ちょっとオーバーかな。アゲインストを意識してしまっている。悪くはないがな。イライラしてます相手は。こちら2オンですからね。3打目なんで1打リードしている。入ることは入るね。ああ、いいんじゃないでしょうか。近い。あ、でも72センチなんで OK でしょう。ダメなのか。つらい、残念。相手をボギーか。勝ちは勝ち。そうそう、やっぱり敵が、あの、キアヌですけど、強くなってくるはず。レンタルギア。何を変えるんだ？このニャンさんのインペリアル松風クラブっていうのを。あ、もうここで。装備できるんだ。なんかすごい別荘がある。もっとちょっと飛ばしたいな。あんまり良くない。カラーか、セミラフですね。長いですね。あ、でも、これはパー5はパー5か。本当に445ヤードなのか？まだ結構距離がある。そう、直線距離なのか、あくまで。行きましょう。当たらないでくれよ、頼む。あ、すり抜けた。よし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 。触って聞く。17.1メートル。いいですね。これはいいアプローチと思って。これ何？砲台グリーン。グリーン上でも曲がりますね。ボロボロですね、もう両方とも。さあ、これは
バーディーパットだが、いや、さすがにこれはないだろう。ああ、不足した。です。パーはキープ。よっと。はいよ。よし。なんか順調に斜めまで行ってますね。なるほど。ん？この場合は？いいですね。なんだこれ。やっぱり跳ね返されたじゃん。どこまで戻るんだ。わ、ひどい。しかももう一回凱旋門越えないと。なるほど。そういう刻み方があるのか。うわ、嘘でしょ？え？一応戻されてんのか。あ、いいんじゃないかな、なかなか。ちょっとオーバー、いや。すごい！これは素晴らしかったですね。こちらパッ。そうだ。打ちますが入りません。これは惜しい。お先に。3位レベルは上がっていく。まあ勝てばいいんです。勝てばね。普通だな。普通のなんか長いコースが多いよね。次のことも考えて打たなければなりませんからね。ちょっと飛ばしたかったかな。どう？結構あのパワーありますね。東京ドーム。これですよ。この寄り方。ああ、これは負けたかな。素晴らしい。ナイスショットです。いいと思いますが、風もあんまりほとんど影響もないみたいだろうな。あ、結構距離が残っていた。一発言えないとまあ負けです。オッケー、バーディー。相手が入れたら2000だから負けか。よし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 、運が良かった良かった。勝つことができました。今回結構ミンゴルチャレンジトローデは進みましたね。ん、なんか条件がある。よく見えてなかった。700の差をつけないといけないってなってます。
当たってるね。よくないです。 OB か。ちょっとギブアップできないのかな、これ。リタイア。ああ、そうなんだ。あれ？そうか、リタイアしたらスタミナ使っちゃうんだ。ダメか。ジャストインパクト700ポイント差つけないといけない。え、なんで。え、ワートでしょうかね。サーニーどっか行く。まあワートだと思うけど、バウンドを利用するのも手ですよね。まだ打つんだ。結構飛ばせたってことか、じゃあ。これはどうだ？あー、うまいなー。さあ、こちらが2打目か。止まっちゃうなー。回りやすいグリーンだな。オッケー、パワーキープ。でも700ポイント差って難しいと思う。これ外したら勝ちだけどな。でも勝ったことは勝ったけど、差をつけられませんでしたね。ジャストインパクト率 60% 以上ってなんだ。あ、全部達成しないと先進めないのか。まあ、6枚1回やって終わろう。お願いします。ワンオンも可能なリングの方。ホールですね。だいぶ手前にあったんだ。相手も飛ばします。あ、相手はフェア、フェアウェイ。そうなんだ。グリーンじゃん。グリーンがちっちゃいんだ。あ、うまいな。さあ、チップインを狙っていきたい。オッケー、チップインイーグル。お、いやー、いいですね。最高の結果になりました。これは切り抜きにしたい。
デイリーミッションコンプリートです。メンバーから贈り物ギア経験値アップアイテム、ありがとうございます。ということで、今回ここまでとなります。見ていただいてありがとうございました。今回はミンゴルチャレンジ、このパッティングの芸術家ドロテオ編を中心にお届けいたしました。はい、次回お楽しみに。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。ツイッター概要欄にありますのでフォローお願いいたします。ミンゴル遊んできました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。